建てえ工事前のヤンマー本社、ビルヤンマーは、日本の発動機並びに、納機、検機、小型船舶の製造、販売を行う、大手企業グループの総称、およびブランドである。かつては、ヤンマー株式会社を中心とするグループであったが、2013年4月1日より、ヤンマーホールディングス株式会社を中心とした、持ち株会社制に移行。なお、 日本の大手農業機械メーカーでは、最初に持ち株会社制に移行したメーカーでもある。本校ではこれについても記述する。2019年現在のコーポレートスローガンは、A Sustainable Future Technology で新しい豊かさへ、マイナス制定。創業者の山岡孫基地により、1907年、天満堀川にかかっていた寺町橋の東沈め。 大阪府大阪市北区名屋町14番地の長屋で山岡ガス商会を開業。当初は工場用ガスエンジンの転売、改造を取り扱うブローカーであった。第一次世界大戦後、1920年からは農業用に適する石油発動機の自社製造に着手し、メーカーとしての道を本格的に歩み始める。商標、ヤンマーは商標候補として、 方策のシンボルであるトンボを検討していたが、すでに商標権が静岡県の醤油メーカーに取られていたため、代案として大型のトンボ、鬼山にちなんで命名創業者のせいの山岡に発音が近かったのも決め手となった。1933年12月23日には石油発動機よりも経済的だが技術的ハードルの高かった。 小型高速ディーゼルエンジンの自社開発に成功。以降は中高速型のディーゼルエンジンとこれを利用した工業製品の生産で業績を新調してきた。そのためか同社が開発し製造したディーゼルエンジンは全般的に信頼性及び耐久性が非常に高いことで知られており、創業当初からものづくり精神という概念を21世紀の今日まで 堅くなに守り続けている。業界における大手メーカーではあるが、競合するクボタや遺跡納期と異なり、2020年時点でも、非常情である。マスコットキャラクターは、ヤンボーとマーボーで、1959年より、同社イメージ CM ソング、ヤンボー、マーボーの歌や、かつて日中の夕方や夜に放送されていた、天気予報番組、ヤンボー。 マーボー天気予報のタイトルにも関している。2016年3月1日、マリン事業で国内一強のヤマハ発動機に対抗するため、トヨタ自動車とプレジャーボート分野において業務提携することを基本合意したと発表する。大臨海の会員企業である。ヤンマー東京支社2013年7月26日に、 制定された佐藤柏のデザインによるヤンマーの新シンボルマーク、常用自脱式、コンバイン、カルテット CA315 ヤンマートラクターの原型、YM-2000 トラクター、エコトラジャス TEG222 トラクター、ユート 5113A 主に、ディーゼルエンジンを得意とする企業で、汎用を含む産業用、農業機械用、小型漁船用等のエンジンを製作している。 最近では農業機械向けのディーゼルエンジンとして機械式ガバナの代わりに電子制御式ガバナを採用しボタン一つで二つのエンジン特性を選択することが可能で高効率、省燃費でかつ環境性、低エミッション性に優れるエコディーゼルシリーズが有名。1996年にエコディーゼルが同社のトラクター RS シリーズ、AF シリーズ、 US シリーズの一部に先行搭載された。エコディーゼルは、後に、同社の一部のコンバインや常用型十畳上田食器、GP12 も搭載される。農業コンセプトトラクターユット 01E 赤同様新機種開発時に、農業機械としてはかなり革新的な技術を導入することが多いものの、同社で、 本格的な常用型トラクターを開発したのは1963年頃と、大手の農業機械メーカーとしては、意外と遅い。トラクター、コンバイン、タウ駅などの農業機械は連結主会社の、クボタや前日の遺跡と並び、大手農業機械メーカーのトップブランドの一つである。2018年現在 IHI a グリテック c 及び、 米国ジョンディアと業務提携中である。なお、農業機械の製造に関しては、ヤンマーグループの構成企業の一つであるヤンマー、農機製造株式会社が主に行っている。なお、農業機械の生産工は久保田に次いで2012年現在、日本第2位となっている。農業機械のみならず、カントリーエレベーターなど、穀物の貯蔵と管理の省力、自動化設備、苗の育成や、 果実選別の自動化設備、バイオマスエネルギーボイラー、対比生産装置などの周辺事業も展開している。農薬散布向けなどの産業用無人ヘリコプターについては、ヤマハ発動機との提携により、同社の無人ヘリコプター、MAX シリーズの OEM 供給を受け、ヤンマーへマイナス3として販売している。2015年1月からは、OEM 供給機種が、 同社の新型モデル、フェイザーシリーズとなり、ヤンマーとしての機種名も、UF390 となった。子会社のヤンマーヘリアンドアグリ株式会社は、製品の販売のほか、無人ヘリコプターを用いて、農薬散布、種もみ自家まきなどの作業を農業者から受託する事業も展開している。建設建設機械の分野では、小型油圧ショベルや小型ホイールローダーなどを得意とする。 マリン、海洋航海、カヌー、ホクレアの伴走船カマ、ヘレに搭載された 6LPDTP 型、ディーゼルエンジン漁船、プレジャーボート、商船の主機関及び、補機の原動機用、ディーゼル機関、圧縮機まで、文字通り小型から大型まで幅広く生産、販売しており、練習船海洋丸の主機関にも、Z280SL 型が採用されている。また、 集定体そのものも製作、販売しているほか、2006年11月には初のプレミアムブランドとなるアズールを立ち上げた。周辺事業では、養殖関連、浮き桟橋、ビーチクリーナーなどの生産、販売も行っている。その他近年は、産業用の自家発電用発動発電機や小型中型の除雪機の生産、販売を行っている。かつてヤンマーは、 ロータリーエンジンのチェーン、運送や船外機を開発し、その開発直後に販売したことがある。かつては鉄道輸送用クールコンテナのリース並びにレンタルを行っていたが、長期リース中のものを除き、2009年にクールコンテナ事業から撤退している。スマートアシスト、製品1台ごとに異なる稼働状態の情報を把握し、顧客と共有する。 アフターサービス体制をとっており、これをスマートアシストと称している。テレビ、編集ラジオ、編集ヤンマー天が崎工場2002、兵庫県の食品メーカーである糸麺が1962年頃にインスタントラーメン商品にヤンマーラーメン、ヤンマーラーメン、ヤンマーのザルそば、ヤンマーの焼きそば等の名称をつけて発売を開始した。糸麺は、 販売に先立って1961年に面類を対象としてヤンマーの商標登録を出願した。これに対してヤンマーは糸面の商標出願後特許庁に意義を申し立てたが特許庁側は理由がないとして却下1964年に糸面によるヤンマーの商標が登録された。このためヤンマーは消費者が混同して営業上の利益を 害される恐れがあることを理由に、ヤンマーのこの表示差し止めの仮処分を求め、1965年に神戸地方裁判所姫路支部に提訴した。神戸地裁姫路支部は1968年2月、ヤンマー側の名称が広く認識されている事実と、商標の類似は認めたが、業態として競争関係になく、消費者が混同する恐れはないとして、ヤンマー側の訴えを退けた。 ヤンマーはこれを不服として大阪高等裁判所に控訴したが、ここでも同様の判断が示され、1972年2月にヤンマーの敗訴が確定した。なお、糸面はその後、ヤンマーの名称の使用を取りやめている。2005年2月と2006年2月から、同社のビワ工場で勤務していた派遣労働者の男性2人が1年の派遣契約を超えた状態で、 派遣労働が続いたことから2008年2月にこの旨を市が労働局に申告し、同労働局は同社に対し是正勧告を実施した。しかし、これを受け同社はこれら2人の派遣労働者を同年9月から5ヶ月間の期限付きでの直接雇用に切り替え、翌2009年2月に契約が終了したとして解雇した。これについてこの2人の派遣労働者は 解雇は違法だとして、同年3月12日に、正社員としての地位確認を求める訴えを、大阪地裁に起こし、2009年現在継争中。2009年9月に、2008年3月期までの2年間に、渡り、約3億円の申告漏れがあったことを、大阪国税局の税務調査で指摘されたことが、判明した。このうち、約2億円については、仮想や隠蔽など、 意図的な所得隠しと認定され、約1億数千万円を追徴課税された。また、同社は2012年2月にも、海外市会社への農業機械の販売をめぐり、実質的な資金援助に乗り当たると判断され、同国税局から2010年3月期までの3年間で、約1億2000万円の所得隠しを指摘され、このほか、2015年8月にも、 大阪国税局の税務調査を受け、2014年3月期までの3年間で、製造工場の設備修繕費をめぐり、約1億円の所得隠しを指摘された。なお、ヤンマーホールディングスによると、経理ミスなどの申告漏れ総額は、約19億円で、同社は重加算税を含む追徴税額約8億円を、全額納付した。関係者によると、同社は、 滋賀県内の製造工場の設備の修理用部品を修繕費として計上したが、同国税局は貯蔵品として資産に計上すべきで、費用には当たらないと認定し、意図的に経費を水増しして、所得を圧縮していたと判断したとみられる。2007年2月から2010年1月にかけて、販売したコンバイン約1347台に、石綿を使用した部品が含まれていたとして、 大阪労働局が2010年5月6日に改修を指示した。過去には1958年に最高出力 4.6PS の納期用短気筒 249cc ディーゼルエンジンを搭載したキャブオーバー型軽トラックの試作車 KT 型を発表し、さらに2年後の1960年には空冷 V 型2気筒 358cc のディーゼルエンジン、 2A2K を搭載したキャブオーバー型系トラック、ポニーを開発して、市販に至ったが、低排気量、ディーゼルエンジンの宿命で最高出力が 9PS、3600rpm と、同排気量のガソリンエンジンを搭載したライバル車とは、比べようもないほど低く、販売台数が振るわずわずか2年足らずで、撤退している。ありがとうございます。